ゴンドーさん。ゴンドーさん。後半ですね、もう。かなり後半にやってまいりましたよ。はい、いろいろとペルトムさんに言おうと思ったんですけど、はい、さっきあのコウさんとペルトムさんがやってる時に、はい、あの客席に鼻血出ちゃって、コウさんの尻の余波だ。何考えても全部吹っ飛んじゃったんで、とりあえずお願いします。尻の衝撃波で。ペルトム君は、そう鼻血出してるからエッチな目見てのか。ではお題の選択はこちら。左がツッコミ、右が恋愛シミュレーションゲーム。恋愛シミュレーションゲーム。はい、恋愛シミュレーションゲームです。お題はこちら、はい、お題作成トラネコ。大工と恋愛するシミュレーションゲーム、ときめきテイストメモリアルでありそうなシーン。大工と恋愛するシミュレーションゲーム、ときめきテイストメモリアルでありそうなシーン。3分間スタートです。さっき大工って前に出たんじゃないですか。まあまあ、まあまあ、必要ね。大工と、まあ、恋愛するということです。略したらときメモですね。いや、ときテソですよ。入れ込んでしまったね。あ、まあまあまあ、そこは気にせず。登場人物全員大工です。そうですね。大工フェチにはたまらない。本当に。そういうシーンがあるんですか。女の子なのかな。女の子かどうかもよくわかんない。ペルトムさん、今の。何話していいかわからなくて、日照権の話題振ったら、日照権って言われて、好感度が要素が。知らないよ。いきます。近藤さん、あの1週間の予定をこういう表に出していく。あの工事現場の前に貼ってあるやつ。何月何日休みとか。どう攻略するのかね、ありますからね。残り1分30秒ぐらい、はい、はい、ベルトモさん。わしな、いつも女の子とかけあの恋愛するときは建設するって気持ちでやってるんやけど、君はちゃう、建立やって言われた。俺自社仏閣ぐらいに。日本史とかでしか聞いたことない。はい、ゴンドーさん、はい、あの好感度が巻き尺で表現されている。距離がね、はい、巻き尺。一番身近なもんですからね、大工にとっては。難しそうですけどね、頑固な人が多いイメージ。残り30秒。はい、近藤さん、あのクリスマスにベニヤをプレゼントしたのめちゃくちゃ好感度が下がる。ベニヤなんかよこしやがって。使えない。さあ残り10秒。さあここでペンを置いてください。じゃあペルトモさん、恋人関係になったら提訴のタトゥーを彫って記念日を書くっていう儀式があるけど、最悪のこれ彫ってからなんか気になる子が出てきました。タトゥーを書くな。終了。はい、それではよいしょ。それでは、審査に参りましょう。面白かった片方に拍手をお願いします。向かって左、ペルトモさんが良かった方拍手。拍手。勝者ペルトモ。コーラをね。これも美容師よ。